ことなはこ書道。いらっしゃいませ。ことなはこ書道へようこそ。本日は詩を一編ご紹介させていただきます。お時間があれば今日もお付き合いくださいませ。夫の留守の一人寝に、私は何を着て寝よう。日本の女のすべて着る。地味な寝巻きはみすぼらし。避妊の姿、死の下絵、我が子の前もけっさまじ。私はやはり、ちりめんの、夜明けの色の茜染め。長襦袢をば選びましょ。重いさぎりがしっとりと、花に降るような肌触り。女に生まれた幸せも、これを着るたび思われる。蓮に裾引く長襦袢。つい溶けかかる襟元を、軽く合わせるその時は、何のあてなく憧れて、若さに映える魂を、じっと抑える心持ち。それに私の好きなのは、白老の日に照らされた、夢見心の長襦袢、この匂わしい明かりゆえ、君なき寝屋も目白げば、息ずむまでに生めかし、こらが寝姿今一度、見回しながら火を化けし、寒い2月の床の上、こぼれる萩を裾に巻き、つつましやかに足曲げて、夜に近づけばおかしくも、君を見染めたその頃の、娘心に帰りゆく。旅の夫も今頃は、パリーの宿のまどろみに、極楽鳥の姿する、私を夢に見ているか。よさの秋子、夏より秋へ、より、一人寝、です。個人的な解釈となりますが、少し説明をさせていただきます。旅行へと出て、しばらく家には帰ってこない夫への、恋文のような歌でございますね。地味な寝巻きではなく、茜染めの長襦袢に身を包み、一人で寝ようとする情景。全体的に何とも生めかしい雰囲気が漂っておりますね。その最後に思うのは、夫の夢に出ることができるだろうかという。少女のような切なくも、美しい恋心が歌われている。最愛の人への寂しさや恋しさが混ぜこぜになった感情、それこそ、慕情の詩と言えるような気がいたします。古い言葉ではありますが、亭主元気で留守がいいというキャッチコピーがございましたね。意味合いとしては、いい方にも悪い方にも捉えることができる言葉でございますが。まあ、いくら付き合っていたとしても、自分だけの時間というのは必要なものでございますね。良きにつけ、悪しきにつけ、二人の時に見えていなかったものが、一人になると見えるものでございます。お互いの距離感というのが合っていないと、苦労が多いのは間違いないことかと思います。それこそ、価値観が合うか合わないかから始まって、様々な要素が絡み合ってゆく。生活を共にしていくというのは、なかなか大変なものでございますね。言葉と響きで自由に解釈できるというのが詩の魅力です。あなたの心に浮かんだ情景を大事にしてあげてください。その情景が人生の手助けとなれば幸いです。では、良い歌と人生がありますことをお祈りいたします。お相手は琴の葉葵でした。琴の葉子書道。